ジムカーナでスラロームを走る RX-7。ジムカーナは、舗装路面で行われる、モータースポーツの一種である。この記事では、主として4輪のそれについて述べる。自動2輪については、ジムカーナの記事を参照。その細かな形態は国によって異なるが、日本国内では、公道を走行できる、地方運輸局のナンバー付き車両のクラスが主流で、サンデースポーツとして、 アマチュアドライバーが最も始めやすい、モータースポーツの一つである。非補装路で行われる場合は、ダートトライアルと呼ばれる。一斉にスタートし、先着後期を争うレースではなく、タイムなどで順位が決定する、コンペティティブペーシェンスである。由来については、ジムカーナの記事を参照。ジムカーナは1960年代から、盛んになり、以後日本国内で続いている。 競技の発祥は、米軍基地内で兵など基地関係者が行っていたものと言われている。発展性については、ジムカーナは日本で独自に発展した競技であり、現在のところ世界選手権等といったような大会の開催等はない。なお、類似競技としては、国内、海外ともにいくつか存在するが、それらについては当記事中の別に独立した節にまとめた。 ジムカーナはアマチュアドライバーに敷居が低いモータースポーツであるとされている。その理由は以下のように説明できる。まず、1回の走行時間が45秒から1分30秒程度と短いため、オーバーヒートなどのトラブルが少なく、解像度の低いやあるいは無解像の車両でも参加できる。また、工術のように走行速度が低いため、必要な安全装備が、 本格的なサーキット走行ほど厳しくない。さらに多くの参加車両は車検付きの行動走行可能な車両であり、多くの場合、イベント主催者側の出す参加要項も行動走行可能な車両を想定している。ほとんどのイベントは1日で終わり、週末を利用して観光ついでに参加する姿も多く見られる。各車両は45秒から1分30秒程度の タイムを想定したコースレイアウトを走行する。コースレイアウトは毎回異なるものが設定され、大会当日に参加者に公表される。競技開始前に完熟歩行の機会が与えられた後、競技が開始される。ジムカーナはタイムトライアル競技であり、レースとは異なり複数台の車が同時に並走することはない。一台ずつ出走し、各競技者は2回まで走行できる。 2回のうち短い走行タイムを、その競技者の記録とし、より短いタイムを記録した競技者を上位として順位が決定される。サーキット走行並みの最高速度が出るコースもあるが、ほとんどのジムカーナコースでの走行速度は大規模な。サーキット走行よりも平均速度が低く、絶対的馬力よりもコーナリングやブレーキングが相対的に重要になる。 サイドターンなどで小回りな旋回を求められる低速セクション、中速でのコーナリングや切り返し、高速からのハードブレーキング、そしてそれらを滑らかにつないでタイムロスを防ぐ走行ラインの取り方など一つのコースであらゆる走行技術や戦略を必要とされる。全日本ジムカーナや畜戦などのシリーズ戦では複数の会場を転戦することになり競技者には 様々なコースの特性に合わせた運転技術と車両セッティングが要求される。止まり、曲がるというこれらの技術は日常の運転技術と関わりが深く運転能力や危機回避能力の向上につながる。このことから公式なジムカーナ競技の主催組織である JAF はジムカーナを啓蒙活動の一環として活用している。 例えば JAF の月間会員誌では安全な事務カーナ場であらかじめ練習を積んでいれば凍結路や雪道の走行において車両がスリップした場合においても焦らず適切に車体をコントロールすることができ自己防止につながるとしている会場となる場所はレース用のサーキットコースに規制パイロンを置いてスラローム競技用のコースとする場合やショートサーキットや カートコースをほぼそのままで使う場合、ジムカーナ専用コースを使う場合、スキー場の駐車場などに、パイロンでコースを設定する特設会場など様々である。車両は、改造範囲、排気量、駆動方式、タイヤの種類などでクラス分けされる。公式戦以外の草の根イベントでは、これらのクラス分けは、おおよその目安としてしか用いられないが、公式戦では、 走行前に主催者側が車両の検査を行い、改造範囲などをチェックする。これは競技の公平性を保つためである。車両規定は毎年刊行される JAF モータースポーツ規定によって定義され、例年詳細な定義が変更される。そのため、以下に示す比較は最新のものではない。市販車両を競技専用に改造した車両のクラスや、 競技専用に設計された車両のクラスもある。最上位クラスでは、フォーミュラ鈴木春に代表される、フォーミュラカーが参戦することもある。参加するための装備としては、一般的には、ヘルメットレーシンググローブ、長袖長ズボンの着用が最低限必要である。イベントの格式によっては、レーシングスーツや、 レーシングシューズの着用を要求されることがあり、主催者への確認が必要である。公式戦ではない、様々な入門レベルのイベントでは、ほとんどの場合、参加にあたって必要な資格は、自動車免許だけである。イベントに参加することで同時に次に説明する、P ライセンスを得ることができるものもある。公式戦と呼ばれるイベントは、ほとんどが年間のシリーズ戦になっており、 国際自動車連盟参加の日本自動車連盟が公認する競技である。これらに参加するためには JAF 競技運転者許可証の発給を受ける必要がある。会のシリーズではライセンスの不要なクラスが別途設けられていることもある。B ライセンスは他の様々な競技ライセンスのうち最も簡単に得られるライセンスであり、上記の方法の他に B ライセンス講習会に 参加することで発行してもらうことができる。最上位のシリーズは JAF、全日本ジムカーナ選手権であり、その回に各地区の地方選手権が存在する。各地区内の公式戦は JAF に所属する各地区の JMRC という団体が管理しており、例として最も地区内の人口が多い関東地区では、上位から順に JAF 全日本選手権から JAF 地方選手権から、 JMRC 関東チャンピオンシリーズから JMRC 核都県シリーズというヒエラルキー構造が形成されている。その他にもライセンス不要の多様な入門レベルのイベントが存在しシリーズ戦になっているものもある。全日本選手権、地方選手権の出場資格ないし基準には一応規定があるものの個別の事例についてはそれぞれの大会主催者が判断しているため、 このヒエラルキー構造は一概に確かなものではない。ジムカーナーはあまりにテクニカルであることから、パイロン等を配置するという点では同様だが、比較すると、広めの敷地において、比較すると、サーキット走行に近い走り方の、オートクロスや、バックや180度ターンなど、助行や停止等の正確さを競技に含む、オートテストなども、盛んになりつつある。英国系の競技である。 オートテストは日本でのものとしては全日本学生自動車連盟の開催している選手権大会におけるフィギュアが掃除したものであるほかオートテストという名称では JAF が近年進行を図っているオートクロスという名称が指す競技は A、O、B、GO などそれぞれ多少主流のタイプが異なっている日本におけるジムカーナもオートクロスの一種とされたりする こともあるが、前日のように、グリップ走行によるジムカーナとは別な競技として日本においては広まりつつあり、そのスタイルはアメリカンオートクロスに近い。特に学生フォーミュラの動的審査にオートクロスがあるため、若手自動車エンジニアにはよく知られている。類似競技の節も参照。ありがとうございます。